中区のドルフィンズアリーナで行われた未来創造展には、この春名古屋モード学園と春名古屋を卒業するおよそ800人の学生が参加しました。4年ぶりのリアル開催となった今回も、学生たちの新鮮な感性から生まれるユニークな作品が展示発表されました。特殊メイクの技術を用いたキズメイクや編み込みのヘアアレンジなどの体験ブースが人気を集めていたほか、デジタルコンテンツを学ぶ学生のブースでは、 QR コードを読み込むと 3D モデルが現れる次世代型の名刺を作成できるアプリが発表され、来場者が体験していました。